話すため、書くためにどうやって英単語を勉強するのか、セットフレーズの使い方調べたいなって思うときに相性がいいものを探してくれます。だから英作文とかであれこれ言えんのかなって分かんなかったら、今は本当便利。さて始まりました、森哲チャンネルです。さあ今回はですね、話すため、書くためにどうやって英単語を勉強するのかっていうのを話していこうかなと思いますね。まあやっぱり多くの人がね、もうさすがに理解してるとは思うんですよ。英単語帳で一生懸命意味を覚えても喋れんと。その通りです。日本語訳を覚えたところで喋れるようにはなりません。書けるようにはなりません。だからライティングでね、いいトーン取れないよ、まあ入試でもそうだし、英検とかやっても取れないよってなっちゃいますよね。それはその勉強法じゃ無理だからです。じゃあどうやってやるの。使い方覚えるんですよ。どうやって使い方を覚えるの？そうなんです。そこです。皆さん、使い方と覚え方をね、知らないんですよ。なんで、それをやっていきたいと思いますね、今回はね。で、まあ、よく言われるじゃないですか。フレーズで覚えよう、例文で覚えよう。そう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 、その通りなんですけど、どうやってやるのか。まあ、もちろんね、シスタンとかね、ミニマルフレーズがついて、それを暗記するとか、ターゲットとかだったら例文ついてて、その例文を覚えると。まあ、それ間違いではないんですけど、あながちね。ただ、応用力にちょっとね、問題があったりもするので、じゃあ自分自身どうやってですね、覚えていったのかっていうのを説明します。さらに今はテクノロジーが素晴らしいので、もっと簡単にいろんなことを調べられるので、その辺のことを説明していきます。ではですね、まあ前回のね、英検とかに出てきた表現、それを使えるようになりたいよってなったら、じゃあどうするのかっていうのを見ていきたいと思います。じゃあ前回出てきたヒードなんていうのがありました。で、あ、ヒードなんていうのがあるんだ、じゃあ見てみようって言って、普通皆さんどうします？まず調べる。そう、まず辞書を引きますよね。ヒードって言って辞書を引きます。で、そうするとですね、こういった形で、まあ、ジーニア性は大事でも、私は語源好きだから、あ、こんな語源なんだ、みたいな、古英語から来てて気をつけるって意味なんだ、とかってなるわけね。で、あ、動詞で使う場合、listen to みたいな意味になるんだ、へえ、みたいなね。She won't heed my warning とかね、おい、警告を聞かなかったとか、こんな風に使えるんだ。よく見るのは、まあ、よく見るって言っても、なんか難しいやつですけど、出てくるのは名詞の方なの。そう、pay heed to とかっていう形、まあ、give も載ってますけど、そう、こういった形で出てきます。 Pay heed to her advice ですね。アドバイス、忠告を心に留めておきなさいっていう、だ Pay attention みたいな形で出てくると。そうね、なんか通例 No, little, less, great, to, much など量を表す形容詞がつくって書いてあるのに例文にはついてないんだね。まあ例文とかがね、結構あるものだったらね、いいんですけど、まあ辞書では example を調べることとかできますから、まあそれで他の辞書引いてやるとかっていうのもできます。そうすると We paid no attention to his words のところに nor heed to his words とかっていう風に載ってますね。これちなみに pay の説明のところなんですけど、こうやって辞書で使い方を見ると、ああそうすると his words とか、あ、his advice とかね、あ、そういうのと相性がいいんだなっていうのがわかりますね。で、さらにはですね、じゃあそのセットフレーズの使い方調べたいなって思うときに、これ意外と知らないんですけど、 Google さんでクォーテーションマークつけて探しましょうっていうのがあります。そう、この正句検索っていうのですね、これ意外と使えない人多いので、ださっきのだと pay no heed とかね、そういえばもっとスペシフィックにですね、 paid no heed to とかね、過去形で使われてる文探したいなって思ったら、そうするとやっぱ Tom paid no heed to her warning とかね、あ、やっぱり多いなとかっていうのが出てきます。こういった形で例を見るっていうですね。まあよくね、あのコーパスでね、見るとかってねっていうので、まあちょっとね、そういうのの敷居が高いとかっていう人はこういうのがおすすめです。だから英作文とかであれこれ言えんのかなって分かんなかったら、これでやってみると、まず Google でそれでたくさん出てくるんだったら、あ、この表現使えるんだなって分かるし、あれ全然出てこないよって言ったら、あなたのね、書こうとしてる表現っていうのは間違ってる可能性が高いっていうのが分かるんです。では次ですね、活用辞典というのを引いてみましょう。で、活用辞典っていうのはですね、相性がいいものを探してくれます。ただ全部の単語が載ってるわけじゃなくて絞られますので、そこは注意してください。例えばじゃあ英検で今回出てきたようなオブストラクト出てたんで邪魔するってやつですが、どういうのと相性がいいかがこういうふうに見えます。オブストラクトだったら His nasal passage is a badly obstructed 鼻が詰まってる、 badly とかと相性がいいよ、 completely とか partially とか、こういう風に全部とか一部とか、そういうのと相性が badly とか seriously 似てますね。こういうのと使うんだっていうのがわかります。で、あと abstracted by っていうのと相性が良い前詞だとっていうのが見れます。で、じゃあ obstruction っていう名詞だったとしましょう。で、名詞で見た場合、こういう動詞と相性が良い cause obstruction to traffic とか meeting any obstruction offer obstruction put
an obstruction in とかね。なるほどってわかるです。で、あ、形容詞とか名詞が前につくやつだったら、こう、intestinal とかですね。あ、こう、吸気系とかと相性がいいとか。前置詞だと without とかと相性がいい。で、後ろにつく前置詞だったら in とか of とかがつくよっていうのがわかるわけですね。これが活用辞典です。で、自分が書くときはこれをすごく使ってましたよ、やっぱり。これを利用して、ああ、この単語はこういうふうに使うんだとか、で、実際書いてるときに、ああ、なんか副詞つけたいなとか、あ、後ろにつく前置詞何なんだろうとかって思うときにこういうのを使います。これが活用辞典です。で、さらにですね、今はね、ユーグリッシュがあるんで、まあ皆さんすごく恵まれてますよ。ラッキー。ユーグリッシュさえあればさ、もう使い方わかるし、発音もわかるからね。で、ユーグリッシュっていうのは、YouTube 内でその表現がどのように使われてるかっていうのを見つけてくれるサイトですね。例えば、Prestigious なんていうのが出てたので、それを見てみますね。ユーグリッシュで、Prestigious で検索してみます。そうすると、こういうふうに、あ、TED Talkが出てきてましたね。Which is one of the most prestigious scientific journals. っていうふうになるので、あ、scientific journals、あ、ジャーナルなんていうのと相性がいいな、prestigious journals、あ、まあ、専門誌ですよね。とか、I've been invited to the prestigious Howard University. はい、Howard University っていうふうに来て、そうですね、University と prestigious ってすごく相性がいいですから、まあ自分自身がよく使う表現ですけど、っていうのがわかる。Gave him the prestigious Nichols Award. はい、Award、賞ですね。賞と相性がいいっていうのがわかりますね。She already has an internship lined up at a prestigious accounting firm. はい、firm、会社ですね。The prestigious firm に使える。なるほど、やっぱり一流のとかっていうね、prestigious firm、会社、prestigious university。大学、あ、なんか似てる、こういう時に使うんだっていうのがわかるじゃないですか。 Prestigious Award 賞、あ、そっか、名誉あるものなんだなっていうイメージがついてきますよね。そう、すごく使いやすくなるんですよ、喋る時、書く時に。 And Scotland proudly continues to host some of the most prestigious tournaments. トーナメントも使うんだ、うん、As well as stocking in prestigious London retailers. はい、retailers ですから売ってるところですね、ショップとかとも使うと。Truffaut's film was selected to screen at the hugely prestigious Cannes Film Festival, where Truffaut... はい、フィルムフェスティバルにも使えると。あ、アワードにも使えたかね、賞にも使えたから、フィルムフェスティバルなんかにも使えるんだなっていうのはわかりますね。And this brilliant exhibition shows what life was really like for the soldiers that served this prestigious family. Surround yourself. Family にも使うんですね。Montreal's most prestigious museum has been building... Museum. The prestigious army regiments. Oh, regiments ね。舞台みたいなやつだよね、タイだよね。World's most prestigious teams is magnificent. Team. Perched Prague Zoo opened in 1931, and during its existence, has risen to become one of the most prestigious zoos in the world. おー、ズーですね。っていうふうに、まあ何かしら、ああ、場所と相性がいいなとかね、いろんなことがわかると思うんですよね。こういった形で、今は本当便利。で、昔は使い方って言ったら、この Google とかでね、一生懸命探したりとか、活用大辞典で一生懸命見てたのが、今は、このユーグリッシュさんですごく多くのね、例を頭にぶち込むことができるので、それで、あ、なるほど、こうやって使うのか、こうやって使うのかっていうふうに分かって、インプットできるようになっています。だからこういうふうに大量のインプットが可能になるんですよ。で、アウトプットするときは、まだ Google だったりとか活用時点で実際できるのかなっていうふうに調べていくっていう感じですね。はい、どうですか？皆さん、ぜひですね、こうやってやってるよみたいなのがあったらコメントください。そして役立ったと思ったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ぜひ今日から使ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.